はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はですね、マイカ、新イカ、マイカ、マイカを、買ってまいりまして、ね、先ほど生やしたんですけど、なかなか皮がうまく剥がれないで、もうめんどくさくなって、もう皮ごとね、刺身でいただこうかと。安かったんですよ。一匹ね、結構でかいやつ一匹で、まあいわゆるね、一杯100円だったんで、うひょーと思ってね、買いました。で、あとね、なんだっけな、イワシ3匹で、あ、違う、イワシ3匹で100円で、この一杯、イカ一杯で150円です。まあ、ウオロクっていう、ね、スーパーでね。まあ、ウオロクっていうスーパーなんでね。なんか、ウオに関しては結構いいものがあるようで。うん。なかなかいいんです。ということで、今回は、焼酎ハイボールの新しい味が出ました。梅干し割りです。前ね、ずっと前に飲んだんですけど、梅割りっていうのも実はあるんですね。梅割り？違う。梅っていうのがあるんだよ。ただこれはね、梅じゃなくて、いわゆる、梅干しですから。うん。多分、酸っぱい。系のね。梅っていうやつは多分ね、前飲んだことあるけど、まあ、いわゆる、あれだね。梅酒的な感じのね、味だった気がするんで。うん。うん。ということで、まあ、新しく発売されましたんでね。原材料が、焼酎と梅干しエキスと、糖類と香料と酸味料と、カラメル色素とアントシアニン色素です。アルコール度数 7% で、果汁は使ってないですけど、梅干しエキス使用と書いてあります。甘味料0で、プリン体が0で、糖質 80% オフ。酎ハイは昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で焼酎ハイボールとして生まれたと言われています。だから焼酎ハイボールはその元祖酎ハイの味わいを追求した切れ味爽快な辛口酎ハイですとなってます。これは、ね、非常に楽しみな。うまいかな。あ、でも色は、あ、ほんのり、あ、ほんのりピンク色です。ほんのりピンク色だ。あ、これは。そんじゃ乾杯。あ。うん。あのね、酸っぱっていうか、しょっぱくは、若干しょっぱい。ほんの、あ、うん、ほんのり、しょっぱい。ほんのり、しょっぱいっていうか、梅干しの香りがする。うん、いわゆる焼酎の、梅干しをそのまま入れて、こう、マドラーでガーってかき混ぜ出したような味。ですね。うん。あ、これは結構美味しい。うん。これはなかなか、ないですよ。酎ハイでは。酎ハイではこういう、この味は、この梅干しの味っていうのはなかなか、ね、酎ハイだと、珍しい。そんじゃ、イカさんいただきます。うん。うわっ！なにこれ？これ。吸盤。食えないの、これ。すごい。
ゲソの部分の吸盤がなんかすごい硬い。これゲソ食えないんだな、これが吸盤な。ゲソの吸盤って食えないんだな。めっちゃ、なんか、これはあかんわ。ゲソは食えん。これゲソあれだ。吸盤の部分がすごいなんか、硬い。へぇ。あー、でも、前飲んだチューハイの、なんだっけ、男梅シリーズの、あれに、あれよか、明らかに、ドライなんだけど、酸っぱくもないし、しょっぱくもないんですけど、まあ、それの、うん、非常にドライな、うん、感じですね。うん。うん。うん、美味しい。イカも美味しいわ、これ。ほんのり甘い。うん。うん。でもびっくり。このゲソの部分が、吸盤の部分がさ、めっちゃ硬いんだ、これ。ゲソも食えるかなと思って。やったら、これはまずいわ。あかん、これ。ゲソは食えんわ。うん、もう違和感しかない。そう。ググったらね、分かったんですけど、イカって、すごい、アニノマスだっけ？なんだっけ？なんか寄生虫？アニノマスじゃなくてなんだっけ？なんか最近の政治のなんかにあれ似てるんだよ。アニサキスだっけ？なんかそんなような名前の、なんか白いね、糸くずみたいな、ミミズの白くてちっちゃいバージョンみたいな、がね、ついてることがあるらしいんで。で、それを、それで、胃が、ものすごく、激痛が走るらしいです。だから、イカを食うときは、まあ、これ俺の、買ってきたやつは、刺身用って書いてたから大丈夫なんだけど、イカの加熱用の、やつ、とか、は絶対加熱して食べた方がいいです。まあ、ほら、牡蠣とかもさ、牡蠣じゃねえや。うん。なんか貝類とかも、あ、牡蠣か。牡蠣でも加熱用と生食用っていうのはあるでしょ。生食用は、生で食うことを前提に作られてるから、いわゆる毒素とかがないんで、生で食っても、当たることはないんですけど、加熱用のやつを、生で食うと、やばい。まあ、俺も当たったことないからわかんないけど。うん。ただし、加熱用のやつは、それだけ、うまいんです。うん。なんだ。生食用のやつは、
あんまり、太ってないとかなんか、いい餌与えてないからなんか、どたらこうたらね、あんまり、美味しくない。だから、加熱用のやつを、生で食うと当たるんだけども、一回は食ってみたいなと。まあ十分ね、生食用でも美味しいんですけど。この牡蠣大好きなんで。すごいなんか、この吸盤の部分が輪っかがさ、硬いんだもん。しかもトゲトゲしてて。キモ、これ。なかなか美味しい、これは。まあでもやっぱ、焼酎ハイボールやっぱドライだね。でもあれだな、やっぱイカの、あの皮取ってないから。非常にちょっと、残ってくる。焼酎ハイボールに八作割っていうのが出たみたいですね。なんか前飲んだことある気がする。多分これ春とかになると毎年多分発売されるね、これ。でも、まあでも結構しょっぱいっていうか、酸っぱい。甘くはないな。焼酎ハイボールドライって甘いんだけど、これはあんまり甘くはないですね。若干しょっぱい。ほんのりしょっぱい。酸っぱい。しょっぱ酸っぱい。でもやっぱドライだな。安定のドライです。うわ、これまずいわ。焼酎ハイボールは、ドライとレモンとシークワーサーと、ラムネ割りと梅干し割りとブドウ割りとライムと、グレープフルーツとジンジャー。個人的にジンジャーはまずいな。普通にまずい。あと、ぶどう割りもあんまり美味しくない。で、ラムネ割りは、まあ、微妙。って感じかな。それ以外は大体美味しいですね。八作割りか。今度飲んでみるか。まあ言うて俺ドライかレモンしか飲まないんですけどね。もはや。ドライかレモンか。あとなんか飲みたいやつ。まあたまになんかライムとか。
ライムとか、シークワーサーとか、グレープフルーツぐらい。まあ、ジンジャーとブドウ割りは、まあ、飲まない。ライムも飲まない。ちょっと梅割りは、ちょっと今後これ、定番になってるみたいなんで、多分、梅っていう味がね、なくなって梅干し割りになったんですよ。うん。だから、多分定番になるみたいですね。うん、美味しかった。結構美味しかった。結構美味しかったっす、これ。今日が15か。よいしょ。今日が15。コクはない。甘みはない。香りはほんのり。まあでもこれはまあ。まあ三つ星ってとこにしとくか。うん。まあまあまあ。まあまあまあという感じですかね。2233としておきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。